王国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。 我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇。 止まれ。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば入れよ。なだチム2だ。我こそは足立晴信、加納足立義信が五代の末裔なり。 情け無用。さあかかれ！
残された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。 いたぞ。 あれが敵将。 確保できています。 ここで決着をつけるぞ。 我が名はコトム、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも 全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。 今一度己に問う侍よ、我に下るか。